はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはビオレイツの可変式ファインダーですね。こちらが 35mm から 135mm のレンズの画角を持った可変式ファインダーになっております。中にプリズムが内蔵されておりますので、製造に見えて目で見るのと同じように見えますので、非常に使いやすくコンパクトに仕上がっております。見た目も可愛らしいですよね。はい、では外観から見ていきましょう。特にね、そんなに問題ないですね。この辺のね、黒い塗装の部分もね、案外ハゲハゲなものが多いんですけど、今回はまあ綺麗ですね。ほとんど目立つ剥がれとかはないですね。ああ、綺麗綺麗、すごいすごいすごい。はい、あとこちらメッキの部分も、ああ、いいですね。状態いいですね。まあ全体的に綺麗ですね。まあこれ装着するところの足の部分がちょっとメッキの剥がれがありますが、もうこればっかり仕方ないですね。装着したり外したりするもので。はい、はい、あと動作は、はい、小気味よくケチケチカチッとなってますね。いいですね。こちらも当店で、分解清掃をした時にグリスも塗布してますので、非常にスムーズに動作します。こちらのパララックス補正も同様に、はい、スムーズです。はい、中のレンズもプリズムレンズ等は拭いておりますので問題はないですが、やっぱり若干古いものですので、逆光とか強い逆光の時には若干曇って見えますが、順光で見る場合は特に何も問題なくとてもクリアに見えますので何も問題ありません、使用上は。はい、では、レイツの可変式ファインダービオのご紹介でした。ご覧いただきありがとうございました。よろしくお願いいたします。